古今亭新助は、東京都品川区出身の落語家。落語協会所属、同協会相談役。出林、越後寺氏。本名、大塚秀夫。中央大学附属高等学校出身。1972年3月に三代目古今亭、新町に入門。前座名は朝助。1977年3月に2つ目に昇進。師匠、 新朝の全名古今帝朝太しに改名。1978年から古今帝朝太しと朝太し、奥義し美の会を始める。新助、大義遊ぶの会を合わせ、30年に及ぶ二人会で、ある。1985年9月、四代目、桂美樹、助、林屋館平、七代目、桂西賀、入選帝、大義遊ぶ、林屋ラブ平、 柳谷公園、林谷時蔵、柳谷三治、春風亭正ともと共に、新内に昇進して、新助を襲名した。この年の落語協会の新内昇進は、試験制度による抜擢を受けた、桂美希助の26人抜きが話題を集めたが、10人の昇進者中のトップとして美希助と共に9月下席から、単独で披露工業を行った。期間、落語師は、 早くから実力を認められながら、本人と師匠の意向で、年功順に受けられる段階まで、試験受験を回避した経緯が考慮されたものと評した。現在、都内定席の講座を務めるほか、自主興業も開催している。主なものに、気軽に、新助、新助の会がある。また、シェイクスピア作品を土台とした、シェイクスピア落語を楽しむ会に出演する。 新潮一門の後輩の育成にも取り組み、当時に詰めだった古今亭朝、ふとし、古今亭新高、桂ツ紫と共に、卵の会を池上実装時、池袋演芸場で開催していた。その後、同会は落語芸術協会にも門扉を開いた。その一方で、後日の15年間にわたってレギュラー出演した NHK のお母さんと、 一緒で落語を披露したのを皮切りに、子供向けの落語 CD や子供、親子向けの落語会に積極的に出演するなど、幅広い世代へ、落語の知名度向上にも取り組んでいる。2014年10月、神田須田町にオープンした、落語、講談の二つ目専用寄せ、神田連雀亭に、プロデューサーとして関わっている。2015年3月には、菅もにて、同様の二つ目専用寄せ、 菅申し座も立ち上げている。1984年4月より NHK のお母さんと一緒に15年間にわたってレギュラー出演し、新ス賞ショーのコーナーを担当。本業である落語も披露している。コーナー末期になるにつれて披露する落語が増えていき、より幅広い世代に落語を知ってもらうきっかけとなった。15年間というレギュラー出演は、 番組のメインであるお兄さんお姉さん以外のレギュラーでありながら歴代出演者の中では最長となっている。ファミリーコンサートにも定期的に出演し、普段の古今亭新助としてではなく、そのコンサートのキーパーソンとなる様々なキャラクターに扮して登場することが多かった。コンサートではお兄さんお姉さんに対抗して歌ったこともあり、いかいかいるかや山賊、 ブルースなどを歌唱している。なお、ファミリーコンサートでの出演者名簿では、坂田治神崎優子の時代では4人のお兄さんお姉さんの後に記載されていたが、早見健太郎、茂森歩の時代には筆頭だった。1984年10月31日放映のテレビアニメ、うるせえ奴ら第153話、萌え予覚主芸。この道一直線において、 落語家役として声の出演をしており、トーナスや聖団の一部を演じている。1999年4月3日をもって、新スケ賞が終了し、早見健太郎、茂森あゆみ、松野千花と共に番組を卒業した。1999年4月5日の同番組冒頭では、ヘビ君と豚君と共にお別れの挨拶をした。バンダイビジュアル制作の子供向けビデオ、 乗り物体験隊の隊長役を2005年まで務めた。2013年1月4日のお母さんと一緒新春。初笑いスペシャルで14年ぶりにゲストとして出演し、2013年当時のお兄さんお姉さんと共演した。2015年11月1日のワンワンパッコロ。キャラともワールドにゲスト出演し、16年ぶりにワンワンと共演した。 1984年4月から1985年8月までは、朝、ふとし名義、最終日の1999年4月5日は、冒頭のみ。ありがとうございます。